RV 風モデルのビーグルをも再現。トミーテックが手掛ける64分の1スケールミニカー。トミカリミテッドヴィンテージネオの旧10月の新製品から、先にお伝えしたトヨタコースターに続いて、気にあるアイテムをご紹介しよう。ホンダシビックの4代目モデルにラインナップされていたシャトルである。 シビックシャトルとその商用車版シビックプロは、三代目シビックからラインナップされた。ワイドローを強調した三代目シビックのシリーズ中にあって、唯一背高スタイルを採用したシャトルは、そのユーモラスなスタイルと広い室内空間から好評を博し、四代目においてもその方向性を踏襲したのであった。 4代目 EFK シビックは、ワイドアンドローのコンセプトを引き継ぎつつも柔らかなフォルムとなって、1987年に登場。その中でシャトルのみが背の高いスタイルであるのは先代同様であったが、5代目とモデルチェンジを行った1991年以降もシャトルプロのみ派。継続生産となったことから、その高い完成度が理解できるだろう。 1994年には当時盛り上がっていた RV ブームを受けてフロントにガードバーとフォグランプを装備したシャトルビーグルも登場しているトミーテックではこの4代目シャトルを64分の1スケールで見事にミニカー化そのボディフォルムの素晴らしい再現ぶりは写真からもよくわかるだろうさらにすごいのは ビーグルまでも製品化するそのこだわりぶりだ。最大の特徴であるフロントのガードバーフォグランプだけでなく、リアフォグランプや専用ホイール、内装色やステアリングホイールなど、細部まで作り分けられている。ベージュのモデルは1987年式の 56i、ビーグルは1994年式、クロッレーで、 いずれもルーフレールがユーザー取り付け部品として付属。価格はいずれも3300円税込みで9月発売予定だ。なお、写真は試作品のため。実際の製品とは異なる部分もあり得る点、ご注意を。